ちゃん。ビクターのエンタメ情報をそれでもお届け V ちゃん。今回はラジオの公開生放送に登場した清木場俊介さんに密着。さらに斉藤和義さんのミュージックビデオ撮影現場に潜入。そしてそして注目のバンドが2組、足軽ユースとそのダバンドのスペシャルメッセージをお届けしますよ。はい、よろしくお願いします。最近の流行語というのをいただいたので落としておりますが、ポンポンポン。はい、はい、大丈夫です、はい、言ってもらって、はい、そう、なんか振ってもらえたら方がありがたいかな。了解です。それでは、もうそろそろ移動になります。はい、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。会いたくてしょうがないっていうね。あざーす。エアークルーズブラフェスタ in 神奈川2010スペシャル。この時間のゲストは清木場俊介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本一、いや世界一を目指して頑張っている清木場さん、ずっと応援してます。ありがとうございます。ところで日本丸のてっぺんで、はい、あ、後ろに日本丸ありますけどもね、はいはいはい、のてっぺんでポーズを取るとしたらどんなポーズでしょうか。これはもうコマネチですね。はい、ラジオネームあやさんです。最近幸せを感じたことは。最近はですね、あ、何何幸せな笑顔。最近はあの本当に仕事をちょっとキャンペーン全部回らせてもらってるんですけど、こうして本当にたくさんの、ね、ファンの仲間が来てくれること、会えることが本当に幸せです、ね、はい、なんで幸せですね。いや本当だから皆さんも分かっててなんかこうっていうね、まあ、ね、いや本当にあのいつもね一緒にこう支えてもらって一緒に歩けてるんですごく幸せです、ね、はい、ですね、これからまあツアー始まるんですけど、しっかりまだまだ歌っていきたいので皆さんぜひライブに遊びに来てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。この中のゲストは清木場俊介さんでした。ありがとうございました。今日楽しかったです。あのたくさんの、 あの仲間がね来てくれたんで、ちょっとこれからまだキャンペーンまだまだ続くんですけど、またもう一回ちょっと気合入れてね頑張りたいと思います。 V ちゃん、君へ届け。清木場さんありがとうございました。3ヶ月連続リリースの第2弾ニューシングルエールは現在好評発売中です。 V ちゃん、ずっと好きだったんだぜ。続いては斉藤和義さん、リリースされたばかりのニューアルバム Are You Ready に収められたナンバー Stick to Fun Tonight のミュージックビデオの撮影現場にお邪魔しました。いや面白かったです。自分の隣でどうなってんのかが分かんないのが早く見てみたいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。この曲
ポッキーチョコレートのスペースシャワー TV バージョン CF ソングなんですよ。斉藤和義さんの14枚目のオリジナルアルバム Are You Ready? は現在好評発売中です。 V ちゃーん。V ちゃんをご覧の皆さん、こんにちは、アシュアリユースです。僕たちアシュアリユースは10月20日に、デビューミニアルバム Nice to meet you をリリースしました。このアルバムは、僕たちがインディーズ時代から、この代表曲を全て詰め込んだ、デビュー作にして、ベスト版という作品になっておりますので、ぜひとも聴いてください。はい、以上、アシュアリユースでした。せーの、V ちゃん。 V ちゃん。V ちゃんをご覧の皆さん、こんにちは、園田バンドです。僕たち園田バンドはですね、10月20日にメジャーデビューアルバムとなるルネサンスをリリースいたしました。よーい、ありがとう。このルネサンスというアルバムなんですけども、僕たちはバイオリンとチェロがフロントに立ってるという、ボーカリストのようなインストバンドをやってるんですが、曲は、結構ポップスに近かったりロックだったりして、普段歌のない音楽を聴かないという方でも楽しめるようなアルバムになってるんじゃないかと思いますので、ぜひいろんな人にチェックしていただきたいと思います。以上、園田バンドでした。せーの、 V ちゃん。V ちゃん、今日はここまで。お相手は水木優奈でした。